昨日の山口宇部空港。下松市に住むウクライナ人古谷ニーナさん一家の姿がありました。ニーナさんの母親スビトラーナさんは去年8月ウクライナから避難し、娘のニーナさんの家に身を寄せていました。1年2ヶ月の避難生活を経てウクライナへ帰ることを決めました。孫のレーナちゃん、この1週間泣き止まなかったといいます。ね、レーナちゃん、学生にバイバイする日よ。ね、ほんとね。できるかな、こうやってバイバイって。ロシアによるウクライナ侵攻が始まってから1年半が過ぎました。ウクライナ軍とロシア軍の死者数は合わせて19万人、ウクライナの民間人1万人以上が死亡したとみられています。戦争の終わりが見えないウクライナ、なぜスビトラーナさんは帰ることを決めたのでしょうか。Я дуже вдячна Японії, що вона мене прийняла. Але там є чоловік, син. Треба їхати туди. Не дай Боже, звісно, але недавно ж було в Умані обстріли. Я можу тільки сказати на всю воля Божа. І все. Дуже страшно. Але повертатися треба, жити треба. Іти на роботу, я кажу, знімати будуть з мене ті податки, щоб було більше грошей, ні? 日本へのウクライナ避難民は2518人、そのうち433人がすでに日本を離れています。ここは安全なのでここにいてほしいと言いました。できればみんな、ね、みんな行ってほしい。弟も。でも危ないところに連れて行けない。昨日言ってたのは、私たちはウクライナ人って言ってました。やっぱりウクライナ人はウクライナに帰らないといけないって。そして娘ニーナさんたちとの別れの時間がやってきました。いてほしいが、お母さんの生活もあるから、自分の人生を送ってほしいから、この1年間、一緒にいてくれて、とても感謝しています。スビトラーナさんは、東京経由で今日日本を立ち、ウクライナへの帰路につきました。